願いします。よろしくお願いします。どうも、今日は分かってます。おはようございます。盗撮してません。ちょっと待って、ちょっと待って、今中は黒い洋服まだいいですよね。うん、すごい締まって、なんかそう、前回はパンツの上に、うん、パンツの上にカジュアルに、うん、着てきたけども、うん、こういうふうに可愛らしい感じのにも、うん、まあいいかなみたいな。とてもいい。クロクロとかばっかりだと、うん、重たくやっぱりなるじゃない、うん、この季節だと、うんうん、だからちょっとこう明るい色っていうの、それに今日肌寒かったから。そう、今日寒いですね。そう、うん、お家の中では脱いでいても、はい、外出てたら結構ね、風冷たい、冷たい、日も当たってないから。あ、ポケットポケットついてますみたいな、これは普通のね、うん、長袖なんだけど、まあ急に改まったところに出ようと思った時なんかも、うん、まあ上着脱いてこれだけでも大丈夫だから、うんうん、それとか、まあ上に上っ張りっていうか、こういう上着を1枚、うん、あのグレーとか黒とか持ってとけば、うんうん、まあ切な会議みたいな時にはこれではちょっと軽い感じだけど、この上にこうちょっと改まったボレロ風でも、うん、あの落ち着いたものを着ると、あ、確かに、あ、場合によってね、そうそう、場合によって、うん、そうそうそう、そういう風な感じで、うん、いい感じ。これ斜めにもね、あ、そうなの、ね、斜めね、面白い、うん、後ろも ね、 そうね、あ、かわいいね、うんうん、で下にね、そうですよね、履いてもタイツでもこういうのあれでもね、本当ですよね、ズボンでも、うん、ズボンでも大丈夫よね、うんうん、そうですね、今スパッツケートのもいっぱい出てるからね、そのあったかさとかに合わせて、うん、暑ければスースーするっていうか涼しいやつを履けばいいし、まあ生足でも構わないと思うけれど、でも50代60代は生足はちょっとスースーする、そうね、スースーするし、みんなも見たいか見たくないかで、お手入れがすごく行き届いてれば、そこもある、あるよね、やっぱり、うん、あの自分気持ちだけじゃなくて、見る側の気持ちも考えないと、あのエレベーターなんかとかエスカレーターだっけ、なんかね、下から見てて、うわーって、うわー、もうちょっともったいないと思うのあるよね、時々ね、あ、すごい綺麗なのに、あ、上すごいの着てるのに、うーんみたいな、生足はもうちょっと鍛えなきゃみたいな、ですよね、そうです、あのこっちの方とかね、もう気をつけないといけないですよね、あ、ここね、これすごいわかるんだけど、これはね、もう意識して姿勢やっぱり良くして、うん、ここを鍛えるしかないんだろうね、ですよね、50代60代難しい年頃ですよね。まあでもあまり気にしすぎてもまた、うん、あのその嫌だって気持ちが前面に出ちゃうから、うんうん、マークカモフラージュして、確かに中身大事だからね、うん、そうそうそう、中身で活かせる部分もあるからね、活かせる部分もある、うん、私で、あのショールかけたり、まあ、こういうのでも、うん、あんまりここがはっきりわからないようなものを、うんうん、薄いのをこうレースのにもかければ、うん、そんなにみっともないって思う人はいないから、工夫しながら、そうそうそう、自分らしさと、そう、あの自信もうちょっと、もうちょっと自信これつけたいなと思ったら、ここだけの、うん、なんかこう鍛えるのか、体バランスを整えるのか、うん、そこは自分でまた、ね、うん、考えればいいわけだから、ですよね、私今まで隠すばかり考えたの、うんうん、ずっとね、この辺とかね、全部隠すようにして、うんうん、どんどんね、こういう感じの、うん、ずっとになってるの、どうしてもね、うんうんうん、でもそれもね、あの自信持ってそうだね、あの見にくいなければ出してもいいと、そう、反対にそれがこうチャームポイントになる、結びつくそうだったら、うん、やっぱりそれでも構わないと思うんだよね、うん、あまりこう、もう、まあまあ、ボンレスハムみたいになりすぎるのも、うん、体のために良くないですよと周りの人が思うだろうから、ね、それはね、気をつけた方がいいかなと思うけど、うんうん、そうですよね、うんうんうん、はい、今日は明日です、今日はスカートのワンピースにしてみました、はい、以上次は自己紹介です、素敵素敵、今日は曇りで、少しでも明るい気持ちで、ね、バレンジにしました。なかなか下のあの柄の表、なんで、ジブラ柄っていうのが。今日は寒いから、本当に、これ下のズボンはなしで、あの今まで着てたの。
でも今日寒いから下見えな、下見えます？見えないと思ってね、入って、はい、本当、入ってきました。でもおかしい？わかんない。あの上のが横島っていうか横の島だから、うんうん、それと縦の島で島々同士っていう合わせ方だったらそれも OK だと思うし、うんうん、今日はこれは目に入らないと思って、うん、思ってた言われたなだそうですそれで今日の気分で明るい。でもお家の中でもよく帽子かぶるじゃない？それって何か帽子が好きなの？あ、帽子大好き。これも化粧と同じように自分鏡見た時の気分、すごい、あ、今日おしゃれで出かけようかなの気分で家の中でも帽子。なるほど。でも今日は普通は家の中にこの帽子はしないよ。ベレー帽みたいなのね、この帽子はよくします。うん、でもこの帽子は今日撮影のためにしました。でも素敵だよ、似合うよね、帽子ね。あ、帽子大好き、ね、その大好きっていう気持ちってさ、うん、すごく大事だと思うんだよね。昔から30年前から帽子大好きで、みんな自分に似合うかどうかっていうことだけで、みんなにちゃんと見られるかとか、こうだったら正しい着方かとか、割とファッションそんな風に考えちゃうけど、まずは自分の好きなものを取り入れてみて、それにプラスするか引くかっていう風にしてみるととってもいいよね、見てて。好きなことって一番大事や。私は本当に思うのね、私は全て自分のために洋服を着てるの、自分はこれで鏡見て、あ、よし、これで今日いいねと思って出かけるのは気持ちいいから、おしゃれにしたいもんね。でも人のために難しいからね、自分はこういうふうにいいと思って外に出たら、あ、何ダサいとか、あ、年に合わないとか、あ、全然合わないとかね、言われ、絶対思われる時絶対あると思うのね。でもそれは人の見方だからね。そうそう、だから人のために難しいから自分のためにの基準も一番、そう、自分の気持ちがこう晴れやかになるっていう方の方が大事だもんね。そう、だから何言われても私は気持ちよかったから、まあ、自己満足。で、時には自己満足も大事ですよね。でもね、よくね、友達に一緒に出かけたりすると、私これ似合うかしら、どんなのが似合うかしらとかって聞く人、そっちゅう聞く人がいるの、お店に行った時本当ですか？それで、あ、これって、じゃ あ何が好きなのって、どんな色が好きとかさ、じゃあどんな形を着てみたいとか言ったら、どんなのが似合うかしらって言うから、いや、まずは自分が好きな色を選んでみればとかって言ったら、私青が好きなのって言ったら、青のものを探すのね、で、この中で何か着たいものあるって、あ、これ着たいって言うのね、じゃあこれを着たいっていうおものに、まだ何か合わせたいって聞いたら、スカートが欲しいっていうわけね、誰が似合うかしらって言うから、いやいやいや、何でも似合うと思って選んだ方がいいよって言ったわけ。でも少し背が高く見えるようになりたいって言うから、だから好きなものが見つかってるっていうのはすごく大事なことだと思うんだよね。これも私が気に入ったから、これにうちだったらこれを着せようとか、あ、じゃあこれは足りないからパンツを買おうとか、そういうふうにやっぱり好きなものを中心に広げていこうと思うけども、意外とみんなそうやって、あ、おしゃれがあんまり苦手だと思ってる人は、家には似合うものがないんだけど、いや似合うと思って買ったんだろうと思うけどって言ったら、いやいや、今ピンクが流行ってるからって言われてピンクを買ったとか。あ、私流行りに乗らない、で本当に自分の気持ち、ブルーがね、清楚に見えるからって言われて、ブルー系統のワンピース買ったけどどう思うって言うから、あ、そうなのって言って、でもピンクのそのカーディガン買われたのをこのブルーのワンピースにかけてみたらすごく綺麗だけどって、あら、そうねみたいな、だから別にあんまり固く考えないで、まずは自分で着てみて、自分が気に入ってるかどうかの方が大事だよねって言って。そう、私買い物は特に洋服ね、全部で自分で感覚感で決めるの、なんか出会いと同じように、これ私
私のために置いてあるみたいな。え、昨日入ってるだろ。おお、私と出会うためなんでね。え、例えばあの1枚じゃない時もあるじゃない。うんうんうん、それえこれ最後の1枚？うん、これ私のないと思う時もあるので、ね。あと移転物の時も、あ、買わないと。もう次回はないとか、うん、結構ね、流行りとかあんまり、うん、これ、ね、このものも結構 4,5 年前買ったの、うん、それ今日ね、フラダンスの時、うん、これ来たのね、うん、それあ、このなんか長い、うん、これ袖ない、うん、このスカート今流行りですよねって言われた時、うん、あ、そうなんですか。これ良さは色ももちろんそう、あとポケットある、うんうんうん、あので形の切り方も綺麗だよね、この、あ、そうですよね、袖首のこの辺の切れとか、ね、このなんかそう V ネック顔とのこのこうね、すっきり見える、胸が、あともう一点ね、後ろねゴムのところも、ああちょっとね、あのボーっとしてるよりもキュッと締めてあるっていうのはね、でもリボンじゃちょっと年齢的にみたいな、もしもしも感じない。そうそう、これもなんか気に入りです。うん、素敵素敵、気分によって時々、うん、着ます。スカート以外、こういうあオレンジっていうか何色っていうんだろう、これオレンジですよね、オレンジのようなちょっと何色でも、うんうん、微妙に微妙な色のですよね、うんうん、その色に、その紺色のみっていうか綺麗なアニブルの、うん、結局メガネもそうだし、イヤリングもその系統だし、これと色が、これと色がこれが合ってるよね、ぴったり合ったの、うん、うん、そうそう、うん、ですよね、うん、で、うん、このネックレスとこのストライプの色が合ってるとか、あ、本当ですか、うん、これはあの疲れ取りの、うんうんうん、磁石のもちろんもちろん、うん、それは言わなくても別に構わないけど、わかりました。でも色があんまりたくさん使うとさ難しいじゃない、やっぱり本当に上手な人いるけど、いっぱいいろんな色使ってるのに、そう、友達言われた、うん、イヤリングをするときはネックレスいらない、ネックレスするときはこれするしないか、ちっちゃくするか、うん、目立たないのは、うん、ポイントらしいのね、うん、でこれは合わせたじゃなくてなしで、うんうんうん、こういう感じ でも出ててもおかしくはないね、それぐらいのね、そう、うん、そう、そうじゃないから、線と同じようなぐらいのあれだし、そう、これを合わせるのファッションじゃなくて、これはあの近視と乱視、うんうん、そう、負担は大丈夫だけど夜の運転するときはつけてほうがいいって言われて、そうそう、 0.67 ぐらい、うん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 、でこの年で近視すごい若いあのちっちゃい字でも見えますよあ、そうだよね、そうです、そうです、そうです、だからそれすごい周りみんなね、あ、見えない見えないで言う時は、うんうん、見える時のなんか唯一か、たまにありますね。でも目が見えないってそうだよね、そういう意味では、うん、あの細い毛細血管で成り立ってるところじゃない、目とかっていうのは、うん、だからそういうところが元気だっていうのはやっぱり元気のバロメーターだよね、うんうん、本当ですか、ね、元気、近視は元気、やっぱりあのなんていうの、目のレンズがやっぱりこう厚くなったり狭くなったりしながらさ、うん、あの度を合わせるわけじゃない、うん、筋肉とか、ね、筋肉全部筋肉、そうそうそう、そう、視神経とかさ、うんうん、いろんなものがこううまくバランス取れてて物が見えるわけじゃないってことで、だからそういうのがだんだんあの大人になってくるっていうか充実してくると、うん、その部分がちょっと弱ってきたり、長く使ってきてるか弱ったりとか、うん、今パソコンとかそのデジタル系のもので見て、やっぱり目に悪い影響があるから、なるべくあの長くやらないでちょっとやったらやっぱり休憩して遠く見たり、うん、目休めたりとかっていうことも大事って言われるみたいに、ですよね、うん、若い頃無理が効くけどね、本当ですよね、うん、以上です以上です